ロイドご飯の時間が来ました。イエイ。はい、今回は岐阜県岐阜市にやってきました。こちら岐阜県にあの侍さん出身の方が開かれた家系ラーメンのお店、初訪問です。
というわけでいただいてきました横浜家系ラーメンひでさんの豚骨醤油ラーメン固めスープでした。今回のスープの印象なんですけども、これはねかなり口当たりが柔らかいマイルドな豚骨風味のスープで、今回油チームね普通なんですが、それを差し引いてもこう鶏感というのか鶏風味はねあんまり自分は感じずに、本当に豚骨のマイルドなところが前面に出てくるスープ。そして返しの設定も多分控えめです。なので、普段味濃いめで召し上がられない方も、この店の場合は味濃いめでもね、そんなにこうしょっぱいって感じにはならないんじゃないかなというような味具合でした。で自分のこれおすすめなんですけども、こちらの場合はおそらく卓上セットの味変よりも、元のお好みの時に味濃いめ、油多めっていうお好みソースが、いいんではないかなと今日食べた感じでは思いました。はい。で逆に言うと普段こう家系ラーメン各地で召し上がって味結構濃くて苦手なんだよなって方には、逆にベースのスープのこうマイルドな豚骨感味わえますのでいいかなと思うのと、そこでちょっと味を見ながらおそらく後から返しすることも可能かなと思いますので、ちょっと味具合を見て、お好みの返しのね、加減探してみるのもいいと思いますし、そして、他にも味噌や塩もありますので、お気に入りの一杯を探してみてはいかがでしょうか。というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。